はいどうもー、はいどうもー、ハリモンドです。お願いします。はい、ね、毎週頑張っていきましょう。はい、頑張っていきましょう。日常です。はい、トミーです。カットです。冗談、冗談です。はい、ということで買ってまいりました。うん、すごくない？パナソニック、パナソニックホームメーカリー。そう、え、何それ。買ってきました。ハゲてる。ん、今ハゲてた気がした。すごくないこれ。いや、素晴らしいよ。買っちゃいました。え、なにこれ、どういうこと。パン屋さんになるって。パン屋さんになります。パン屋さんになるんだね、君は。つまり、いや、パン屋さんになるってさ、うん、簡単に言ったってさ、例えばこれだけでパン屋さんにはなれないわけですよ。まあ、絶対になれないな。でも、家の中ではパン屋さんになる。家の中で俺はパン屋さんになるから。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。これが今一番人気の。え、どんくらい値段するんですか。でも3万円ぐらいです。へえ、もうちょい高そうなイメージ。ね、イメージは高いじゃん。開けていきましょう。はい、じゃーん。おー、炊飯器みたいな感じね。あ、ちょっと取り出しましょう。いくよ。うん、なあ。おお、すごくないこれ。お前、手袋ついてるお前。グローブだ。うわ、すげえ、これはテンション上がる。これはすごくない？うわ、俺正直このマシーンあんま知らなかったけど。あ、いいじゃん。これいいでしょ。ずっとそれでいい。これはすごい。トミーこれからしたらめんどくさいぞ。マジ？やべえ、分からんけど、こういうのとかも無理だよ。ここになんか入れればいいっていう。いけんの？これに、え、ちょ、すげえ不安になってきた。これパンができる。え、これ怒んないでできる。怒んないでできる。怒るよね。買うまでだよね。怒んないでできん。買うまで楽しいけど、これ作るとき怒るやつよね。俺が？うん、まあそうだろうね。今ちょっとやばい。いや、絶対美味しいんだよね。これすごくない？ここに何が作れるか書いてあるんですよ。はい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 。パンをね、こねてくれるってこと？で、なんかここにもうパンができるんだって。はい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 。え？食パンができるんだって。え、どこに？こんなの。え、そんなシステムあったの？え？何これ。知らないページが。やばくない？え、どういうこと？何？一面の人にギタちゃんとできますかって聞いた。いや、一番いいのどれですかって聞いて、じゃあそれでって。それ、いや、難しいんだ、一番いいのはお前。こういうのもあ、そこになんか尻尾ついてる。これね、コンセントね。待って、ちょっと。え、いいな。じゃあ明日さ、あんまさ、撮影の時間ないじゃん。そうですね。うん、じゃあ明日に向けて俺が、なんか作ってるって行くから。おう、なんか何がいいか考えておくぜ。え、いいの。いいよ。でも最初はやっぱ食パンとかなんだ。食パンのクオリティを知りたい。確かに。そんなことできんの。まあ、これで食パン、これ入れとくだけできんのかな。そんなね、おかしな話ない。やばいよ、3万円で。え、てかさ、なんかそのおっちゃんが言うには。おっちゃん、パン屋さんの。パン屋さんじゃない、家電屋さんの。家電屋さんの。パン屋さん別にこれ売ってないよ。そうなんだ。なんかね、パスタとかも作れますもん。もうパンじゃないじゃん、全然。パスタ屋さんそれ。パスタ屋さんじゃない、家電屋さん。家電屋さん。俺はこれでパンの楽しさをみんなに伝えて。確かに確かに確かに。最後パン屋さんになるの。ジャムおじさんってことでいい。お前バタコさんだよ。俺女じゃん。いや、これ本当にできたらすごいぞ。米粉パンとかもできるし。へえ、綺麗な玉になってんのは想像つくわ。で、この機械から出てくるのは食パンの形だけ。え、どういうこと。さっきのバケツからしか出てこないから。あ、そういうことか、そういうことか、そういうことか。この形だから食パンの形しかできない。ただ、こねた状態で止めれば、その生地から、なんかいろいろ作れる。はい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 、はい。とりあえず食パンの一番おそつのやつ作ってみて、で、よかったら、どんどんいろんなの。これうまいぞ、絶対。クロワッサンとかもできるらしいよ。信じてないの、まだ。いや、もう俺も若干そこまでは信じないの。そんなうまくできんの。パンって俺、相当難易度高いと思ってる。フランスパンもできる。フランスパンできんの。できないです。なあ、このバターロールとかもできるんだって。え、どういう工程で出来上がるの。やばいな。ピザもできるの。こんなんできたら
合格すぎない？え、すごいわ。え、ちょっと頑張ってよ。ちょっと明日何かしら作るわ。明日までに。うん、頼むわ。ナンもできるぞ。あ、ナン食いたい。これでナン作ってキイチにカレー作ってもらって、もういいじゃん。合わせ技できるぞ。俺はじゃあそれ見るわ。なお前何作るの？俺アサリの味噌汁とか作る。いや、パンに合わねえじゃん。パンにアサリの味噌汁つけるやつ。アサリの味噌汁一番うまい。お前アサリの味噌汁好きなの？めっちゃ好きだよ。 お酒も飲まない。意外だな、お前。肝臓悪い人しかあれ美味しいと思わない。あれ俺肝臓悪いから。あ、お前肝臓悪いからだ。アサリとかシジミとか好きなんだ。好きなんだよ。肝臓悪いから。肝臓悪いからな、お前。逆にね、酒一滴も飲まないのに噛んだら肝臓悪いから。だからアサリは好きなんだ、うん、俺もアサリ好きよ。え、貝好きなの？貝好きだよ。え、貝好きなの？貝めちゃくちゃ好きだよ。体悪いから。あ、体悪いからな、お前。あ、お前貝好きなんだ。俺めっちゃこうやって連れて貝専門店行くよ。あ、そういうのは嫌いなんだ。何が？アサリの味噌汁が好きなの。いや、お前貝の凄さ知らないだろ、お前。いや、そんなわけない。貝はお前がめちゃめちゃうなる貝俺は良い。いや、知らん知らん。貝はいらん。気持ち悪いじゃん。いや、アサリだからうまいんだよ。あ、お前ガキがなんかほざいてるわ。いやいや、マジマジ。いや、じゃあお前アワビ食ったことないでしょ。アワビ食ったことない。危ないからお腹壊すし。いや、別にアサリもお腹壊すしなかったら砂利とか入ってるじゃん、あれもいいんだよ、逆に。いや、あれで腹壊すの。あれで腹壊すの。あれで砂利食ってるからか。砂利食ってるから腹壊すんだよ、今。いや、アサリってなんかさ、開かなかったやつはヤバいって言うじゃん。うん。え、そうなの？いや、お前ヤバいよ。なんなら開けて食うぐらいすんだよ。開けて食っちゃいけないんだって。煮ても開かなかったアサリは食っちゃいけないんだ。いや、今後気をつけます。別にいい、いいです。いや、もう動揺がすごいじゃん。俺あれ買ってきてやるよ。何？頭にかぶるやつ。あ、頭にかぶるやつお前買ってこいよ。俺が作るじゃん。うん。あ、じゃあそれ作れよ。作る機械買ってくるわ。作る機械いい。誰もやんねえならどうせ。あれよ。ちょっと普通に楽しみ。マスターするわ、これ。で、いろいろ作っていくわ。これ簡単だったらいいけどね。ちょっとその時、一応やってみてめっちゃ怖くなったのは、なんか、十字架って。あー、怖いね。もう無理じゃん。毎日投稿の人の10時間めっちゃ怖いからね。はい、はい、ということで今日もいい一日でした。それいつまで行くからね。はい、ありがとうございました。はい。